株式会社マミーマートは、埼玉市に本社を置く、スーパーマーケットやショッピングセンターを展開する企業である、ジャスダックに上場、CGC グループに加盟、食品スーパーマーケットのマミーマート生鮮市場トップを運営し、それぞれの店舗の証券構成によって、業態を使い分けている特徴を持つ。現在の店舗数は76店舗、名称の由来には、 マミーのように優しく、誰からも愛される、明るく親しみやすく温かみのある店作りをという願いと、マートのように活気ある生活に密着したバイアサービスという願いが込められている。なお、食品スーパーブランドのマミーマートの英字表記はマミーマートとなっており、会社名のそれとは異なっている。もともとは埼玉県。近年、同業他社が郊外のバイパス道路沿いで、 自動車での来店を基本とした出店が増える中、マミーマートは同じ郊外でも住宅街や団地周辺などへの出店が多い。これは店舗から半径500メートルを理想的な来店距離としているためである。また、以前から異業種との共同出店やショッピングセンター内への出店事例もあったが、近年ではマミーマートを各店舗として 医療品店や飲食店などの専門店を併設したショッピングセンターの開発、運営を行っており、モアショッピングプラザという名称で複合型やオープンモール型の NSC を出展している。創業者である岩崎家の初代が武蔵国松山城御用商人として商品を納入したのが始まりとされている。現行店舗については店舗情報を参照マミーマートの運営する。 NSC である。CGC ブランドの他にも以下のものを開発している。2014年9月1日から T ポイントが導入されており、マミーマート及びビッグハウスで利用可能である。マミーマートで発行すると、マミーマート模様の T カードが発行されるが、他店発行の T カードも利用可能。広報に 買い物時に200円ごとに1ポイント、たまったポイントは1ポイント1円で、マミーマートでの会計時に利用可能なほか、ツタヤやファミリーマート等、全国の T ポイント加盟店で共通利用が可能である広報さん。ただし、種類はボーナスポイント以外のポイント加算はされない。なお、レジ袋をもらわなかった場合、1会計につき2ポイント加算される。 2014年8月31日までは、マミーマート独自のマミークラブポイントカードが発行されていた。2012年4月時点での会員数は40万人であった、広報 4?2013 年10月11日現在、全店でクレジットカードが利用可能である。広報資料、プレスリリースなど一時資料、編集。ありがとうございます。